ちは。こんにちは。はい。豊かジャパン。はい。Yes, sir. Hey. さあ、もう今日は。How are you? I'm fine. What's up? ちょっとくしゃみが出そう。くしゃみした。出ましたね。くしゃみが出たところで、はい、今日は豊さんに出してもらいたいものがあります。はい。それは WBC 侍ジャパンのスターティングオーダーです。これ難しいな、なかなかな。これ難しかったのはどんな点が難しかったんですか。やっぱそのピッチャーが相手が分かんないから、はい、ただ漠然と出せって言っても、うん、あんまり栗山監督ってこのメンバーを見る限り、はい、これがレギュラーでこれがレギュラーでこの人は絶対とか、うん、そういうことはそんなにないと思うんだよ、はい、例えばその先発ピッチャーでも、まあ、ダルビッシュをエース格として、はい、まあ、それに続けて、まあ、山本とか大谷だとか、うん、そういうのを続かせるという、これ順位とかそういうんじゃなくて、やっぱり役割を与えていくと思うんだよね、はい、で野手もそう で君がサードのレギュラーだよ、君がショートのレギュラーだよではなくて、このチームには合うだろうから、このチームの時は君がレギュラーだとかっていう、そういう位置づけだと思うんだよ、はい、だからその単純にこの先発をこう発表しなさいって言われても、相手がどのチームかっていうのは分からないし、相手のチームでもどのピッチャーが投げてくるっていうのでもだいぶスタメンは変わってくるからね。そのだから日替わりのベストメンバーっていうのを組んでくるっていうことですね。そう栗山監督はね、多分ね、はい、うん、そういうメンバーを選んでると思うから、はい、だからその試合数が偏ったりだとか、うん、そういうことは多分ないと思うんだよね、はい、まあ、その中で、まあ、おそらく基本になるのは、うん、こういう組み方じゃないかっていうのは大体分かった、うん、おーおーじゃねえよ苦しいんだよ苦しみましたね。くしゃみも出ますよね最後ね。そうというわけで、はい、発表していただきましょう、はい、まずは1番、はい、1番センターヌートバー、はい、だと思うんだよ、はい、いやこれはだと思うって俺はしっかり見てるわけじゃないし、うん、まあ、映像とかでいろんなこう見たけども、はい、まあ、メジャーでも1、2番打ったりだとかね、うん、ちょっと率が低くて出塁率とかも考えるとちょっと心配なんだけど、はい、ただそのメジャーも知ってるし、うん、向こうの環境っていうのも慣れてるということでね、まあ、1番、うん、ヌートバーで、はい、守備範囲も広いということで、まあ、肩が強いな、はい、肩強いしコントロールいいしね、うん、だからまあ本当はライトかなポジションがね、あ、はい、で鈴木誠也と被ってるんだよね、まあ、そうですね、だからまあそこら辺でちょっとしょうがないセンターですね、はいはい、そしたら2番、はい、2番 DH 大谷、お、そうですね、 DH2 番っていうのは大谷選手のポジションというか、まあ、1番でもいいんだけどね、うん、1番でもいいんだけど、じゃあそうなったらヌートバーが2番の仕事ができるかっていうとさ、はい、まあそうではなくて、大谷っていうのはやっぱりそういう思考は持ってるよね、うん、まあ、例えばランナー1塁いたら引っ張った方がチャンスは広げられる、まあ、ホームラン狙ってると思うけどね、はい、だからまあ大谷でいいかな、うん、ここ1、2番がメジャー組で組みましたね、まあそうだね、はい、さあ3番です。3番ライト鈴木誠也、あ、鈴木誠也選手、まあ、ここもメジャーなんだけど、うん、はい、まあ、3番、まあ、ここは足も使えるし、うん、っていうことで、まあ、3番がいいかなっていう、はい、まあ、左って続くからね、あ、そうですね、だからまあ鈴木誠也を右としてここに入れたり、はい、で4番がサード村上、はい、ここ4番に村上選手、まあ、鈴木誠也選手が3番、村上選手が4番っていうのは、ここはいや、三冠王でしょ三冠王取ってるし、やっぱこうオリンピックでも決勝の時にホームラン打ってるしね、はい、鈴木誠也もそのオリンピックで全うしてくれたけど4番をね、はい、でももう若い村上がここは日本の代表として打つべきだというふうに俺は思ってるから、うん、おで村上がここでやり遂げたら、はい、今後向こう何年かは村上でいい、もう4番、日本の4番ですよ ね、はい、5番です。5番、ファースト岡本、お、岡本選手、はい、はい、ファーストのじゃあスターティングメンバーというかは岡本選手なんですね。岡本、これはやっぱね、こっからジグザグを組みたいわけよ。本当は吉田を5番にしたいわけでも、左って続くから、はい、だからまあそれよりはジグザグの方が相手は嫌かなっていう、でピッチャーを変えるにしても変えづらさもあるしね、うん、まあ、そこら辺考えてるのかどうか分かんないけど向こうの人たちは、はい、でも日本の考え方とするとやっぱりジグザグの方がピッチャーを変えたりとかしにくいだろうなっていうね、うん、まあ、そこで岡本5番、はい、はい、
6番レフト吉田。あ、ここに吉田、はい、これはまあジグザグでね、はい、左を持ってきて、はい、で7番セカンド牧、はい、セカンドはスターティングメンバー牧選手でいく、牧、はいはい、で8番、はい、ショート源田、ショートは源田選手スタートですね、はいはい、で9番にキャッチャー回、はい、でここら辺は、まあ3番からはね、はい、上2人は左2枚が続いたけど、うん、あとは全部ジグザグで組んでみた。おお、やっぱりジグザグって、うん、その相手ピッチャーとかの心理考えたりするといいんですかね。やっぱね、まあ、どこも考えるように、うん、あ、左のバッター、まあ、例えば1、2番左左、うん、ヌートバーと大谷メジャー組だよね、はい、あ、ここにいるなって言ったらここにいい左ピッチャーをつぎ込んでちょっと勢いを止めようかとか、そういうこと考えるんだよね、はい、でもあとジグザグになってくるとやっぱ鈴木誠也がいるとさ、その左ピッチャーも変えるとか、はい、そういうことをせざるを得なくなる時があるんだよね、うん、だからそういう意味ではジグザグの方が、はい、相手もやっぱり右左右左って出てくるとやっぱ得て増えてっていうのもあるだろうし、はい、右バッターは投げやすいけど左バッターには投げにくいとか、うん、そういうピッチャーもいるだろうし、だからまあそういう意味では分からないからあえてジグザグをね組んだりとか、はい、まあ、例えばそのデータ的に言えば左ピッチャーだけど左バッターに極端に打たれてる、うん、でも相手は右を並べてきてるから抑えられてるけど左を並べられたらカムにされたっていうんだったら逆に左ばっかりを並べたりだとかすることもできるよね、うん、いやでもいいですね。例えばなんか大谷選手が塁に出て村上選手がホームランで大谷選手が帰ってくるシーンとかあったらファンとしてはたまらないですね。いやたまらないですよあなたですよね。なんか村上もこうホームラン打って大谷選手がこうやって手で出て迎えてくれるのが大谷だよお前。たまらんですよね。たまらないよ。でもまあここは1番から5番ぐらいまでで500キロある、はい、多分体重が500キロあるからすごい見方をしました、ね、あの吉田はそんなにないだろうそうですね、牧選手とか源田選手そうですよ ね、 そうね、うん、500キロすごい超重量級、うん、重量級揃いましたね。さあここは野手ですけれども、はい、次ピッチャーピッチャーはね、はい、だからまあ先発は、うん、あのダルビッシュ、はい、大谷、はい、佐々木朗希、山本っていうね、はい、言われてますね、まあ、大体この4枚でいって、はい、第2先発が戸郷、はいはい、今永、はい、高橋奎二、はい、宮城、はい、高橋宏斗、はい、まあ、そういったあたりだよね。伊藤博美が、はい、まあ、入るか後ろに回るか、はい、まあ、分からないけども、まあ、第2先発という、はい、まあ、中継ぎは宇田川、はい、一番手、はい、で次に湯浅、はい、で大勢松井、お松井が抑え、これが一応ベストというか、だから栗林がちょっと名前言わなかったのが、ね、はい、これはね、なんていうの、彼が相当疲れてるような気がするんだよ、勝手な想像なんだけども、はい、いやもちろん絶対選ばれてるからには入ってくるよ、どっかには、うん、だけどそれだったら松井の前かなって思うよね。あ、だから宇田川、湯浅、大勢、はい、栗林、松井、この順、うん、うん、だから後ろ3枚、はい、まあ、例えば松井、栗林、大勢っていうのはそのなんていうの、決めないで相手の打順を見たりだとか、はい、残ってる代打を見て決めてもいいよね。そうですよね。だからそのぐらいのことはやった方がいいと思う、うんうんうん、抑えは絶対お前だじゃなくて、そうですね、うん、相当やっぱ待ってる間プレッシャーかかって待ってるだけで痩せちゃうから多分。いや本当にもうなんか辛労ですよね。そう精神的なもので、いやだからそういう意味ではあんまり決めないでやった方がいいのかなっていうふうには思うけどね。そうですね。あと、まあ、延長戦とか、あ、そういうものになった場合の時もやっぱりそうですよね、臨機応変にいかないとっていうところにもそうだなってきますもんね。本当にな、だから、まあ、そこらあんまりこうかっちり決めるんじゃなくて、うん、まあ、相手のチームの誰が合うのかっていうね、はい、それを見定めて突っ込んでいくっていう、うん、おだまあ大変だけどね、準備がね、まあ、そうですね、まあ、そういうことおそらく日本ではやったことないと思うから、はい、なかなかそういう導入をするのは難しいとは思うけども、うん、やっぱそのぐらい柔軟に考えておいた方が危険度は回避できるよね。
そうですね、まあ、今回は豊さんの現時点でのベストな、まあ、スターティングオーダーメンバーを最初の決めましたが、このチャンネルはこれだけでは終わりません。本当か。そうです。なんだ、まあ、今日の動画はこれだけなんですけど、はいはい、ジャパンと対戦するチームデータを取ります、スタッフに言って。まだ、はい、その相手チームデータ班がいるからね。 いるんですよ。なんかおいちゃんというね。そう、おいちゃんがねもうやってくれるんですよ、野球経験者のおいちゃん。そうなんですよ。で、その対戦チームに合わせたメンバーも、まあまあそうだね、ゆらさん。でも誰が投げてくるかってわからないからな。わからないですけど、あ、まあでもそうだな、特徴が出るからね、はい、まあ、誰かに気をつけるんだと。そうですね、まあ、そういうことは言えるよね。そういったところでの、じゃあこのチームと戦うときにはこういうメンバーで行くんじゃないかとか、はい、お前チェコとかいるんだよ。チェコ、チェコ分かる。チェコって知ってるかも。チェコ、俺チェコってスポーツで、はい、まあ、サッカーかネドベドっていう選手がいて、はいはい、あとアイスホッケーめちゃくちゃ強いんだよ。アイスホッケー強いんですね。野球やってたんだみたいな。私もびっくりした。イギリスのだよ。イギリスのやってたんですね。やってるんだよね。おー、データあれだから予選勝ち抜いてきてるんだ ね。分からない。そんな強くはないと思うけど、はい、分からないっていうのは不気味だよ、ね、怖い。一番怖い、あの一番データがないのが怖いですよね。そうだよな。そうですよね。だってもう足上げてバンってついたらお前もう目の前に手がこんなやつは大巨人が投げてくるかも。そうですよ、2メートル以上、ね、みたいな。わーじゃない、こっからピョンって投げてバーンってキャッチャーが、まあ、多分バスト振る幅が高い。メジャー行ってるでしょ。まあ行ってるだろう。そうでしょうね。あ、そうだね。そうです。いいとこ気がついた。あ、そうか。全く気がついた。みんな気づくと思うんですけどね。はい、ただあのこのね、高木豊チャンネルは、はい、このちょっとデータでも WBC を分析していこうと思ってますので、はい、ぜひお見逃しなくというところで。はい。はい、そうだね。はい。